どうもアパパゲームズのサボとサボじゃない方の J です。本日はこちら、はい、ワリオの真似してミラーの方をやっていきたいと思います。おう。でこのゲームね、2人専用ゲームで、片方が画面を見ずにプレイします、はい、で片方は、画面を見てプレイします、画面見る方はジョイコンは握りません。はい。でこれさ、次の画面に書いてあるよ多分。これあ、本当だ。ジョイコンを持っている人はレッド担当だよ。これ読む？ジョイコンを持っていない、ジョイコンを持っていない人がアシュリー担当だよ。はい、アシュリー担当ね。私サボが、アシュリーさんはテレビが見やすいところに、ね、あ、オッケー、はい、立ってね。じゃあサボさん、アシュリーを俺が見るってことだ。アシュリーさんはそうです。テレビの画面を見てプレイしよう。はい、見つけた。あー、しないすないすないす。これ懐かしい。これ懐かしいね。ちゃんと見てよ、俺の音。目つぶってる俺。OK、ナイス。ちゃんと見て、構えからね、構え、うん、構えも何も言わないからね。お、完璧に真似してほしい。うまいね。最高だぜ。ちゃんと真似できてる。これ多分、前回どんなんだっけ、ポイント。前回28。28を、こう、超えたい。超えたいか。もう想像できるでしょ、なんとなく。なんかもう余裕だ、なんか。これ多分、目つぶってもできるかもしんない。やってみる？音で。音で。そのまま、そのまま。ちょ、喋っちゃダメだよ、お前。それ見てなかったよ、構え。ダメじゃねえか。あぶねえ、今ローション塗られてたわ。え、どういうこと？ローションのゲームなんてねえから。あぶねえ。ちょっと一回も油断できないよ。アダルティコンテンツじゃねえから。あぶな！どうした？逆。マジで危ないから、それ。気をつけて。あ、逆。危ない。マジで危ないから。逆。一瞬逆言ってたからね。わかんねえんだよな。オッケー。あ、これ、できたらすごくない？結構ね、この、繊細な左右差がね、難しい。なんだよ、それ。オーケー、ないよ、絶対違う。合ってる。やり方間違ってるよ。合ってますよ。なんでそんな遅いの？俺そんなやってたか、鏡。鏡の中の。え？違う？オッケーナイス、生み出せ。あ、握りしめろ。クロコダイルね。あ、言っちゃった。ね、ネタバレだ。ネタバレはご、これタイミング重要だよ。ご献金だよ。はい。危ない。タイミングって。タイミングゲーなんてあったらクロコダイル。もう一瞬でトレースしてほしい。はい。本当に重要だから、タイミングが。あ、もうふざけてるから。おい、真面目にやって。15だからもう。え、どうなったの今。失敗したよ。え、むずい。足りない、時間が足りない。ちゃんとやってるけどね。ああ、なんで真似してるよ俺。天才な操作。え、真似してるけど。じゃあ俺が大胆すぎたのかもしれない。危ねえ。はい。危ない。これ面白い。トーマスだろこれ。そう、トーマス。まさか右が早く来るとは。トーマス難しそうだね。危ない、ナイス。ちょっとなんか焦りがあるもん、サボさんの顔に。曇りがある。これね、スピード系は危ない。一瞬でやってくれないと。ほんとは無理だよ。でも時差はあるんだからさすがに。あー、手洗いだろ。こちらです。え、終わり。記録はこちらです。なんかしょっぱ、お前19って何。いや、これはね、あの鏡の中の J さんが全然本気は出してなかった。どういうこと。本気もクソも。俺お前の写し鏡だから、本体がミスだからね。じゃあ、いや、このちゃんと動かないと。もう一度。あ、違うわ。交代してもいいけど。アシュリーさんの真似をしてね。え、サボが次なんだっけ。え、お前がアシュリー。じゃあレッド。アシュリーの真似すればいいんでしょ。
で、もう鏡が変な顔してるみんな。それ鏡に映ったジェイさんだから、変な顔は。真似してるもん俺。もう進まない、変な顔すぎてもう。どっち消して。おい、中指立てんな。トレースしてるから。あ、始まった。始まった。練習だ今のは。ゲーム開始。あ、来たよ。お前。あ、入れない。あ、カメさんだ、カメさん。カメさん、正解。分からん、分からん。これ、マジこれ、多分30目指すからね、本当に。どう？構え、早めにね。合ってる？合ってる？正解。分かんない、なんだか。切り倒せ。あー、これ、サメから逃げるやつだ。正解。ワカメだ、ワカメ。うまいな、お前。ある程度、動きで予想できるわ。やばいな、これ。うわ、正解。合ってる？合ってる、食いつけ。あチェンビン、じゃあ、言っちゃった。これ言っちゃった。そのままうわセーフ。これ、繊細な操作むずいな。うん。オッケー！あー、ワニのやつか。ワニのやつ、ワニのやつ。え、食べてね。あ、よかった。早すぎてなんか、間があったわ。いや、むずい！こわー！はい！あー、いい！あー、いい！え、ほんとタイミングで。いや、これほんとに難しいよ。俺の初期の動きも真似してほしいわ。これ冷静にいった。あーまあ冷静。これね、ゆっくりありがたい。これむずいから、これ本当に。ゆっくり、何かわかんないけど。今のわかんないの？カード配りでしょ。ナイス。オッケー。最高なカメラマンだぜ。難しくなるね。あー来た来た来た。え、もう6ぐらいいった？もう2今。嘘つけ。いない。逆じゃん。ねえ、もうさ、逆だった。逆向いてる。オッケー。バッキングが女やめましょう。ああ。今3ね。成功。何これ？これ何？え、傘が濡れてた。傘は？あ、絞れ絞れ。絞れか。でもローションが濡れてる。ハムスターがローション塗った食った扉に。ベイビー。なんでわかんない、なにこれ。書き上げろでしょ。書き上げろか。なんで問題わかってないの。わかんない、全然わかんない。ワリオ結構やってるよ。足りないよ、時間。ときめきむずくね。あ、これ俺が苦手。待って待って。あーなんで違う、もう構えが違うんだもん。ないそんな構えないよ。構えがないもんそれ。俺の記憶に構えがないです。ケチしかつけねえこの鏡。構えがないんだもん。ほらこれ間違えたやつね。まずあの振り向けはミスったじゃんお前。逆向いちゃった。で、あの2個目のやつはハムスターがなんかローション塗ってる。あっ滑ってたのか。で、あの、じっと見ろはマジでむずい。時間が、足りないね。で、あの、人だけ通せ俺ができない。ちょっと、ダメだ。でしょ？これでも、もう一回じゃない？ひどくない？集中してほしいんだけど。順番変えよう。あ、じゃあいいよ。俺、やらせてほしい。もう一度でいいよ。じゃあ、サボさんから、行こう。連続で。今ので、だいたい掴めたわ。うん、何あの構えは天秤なのね。これ俺、あ、J 流の天秤だからごめん、これ。いつも俺これでやってんの、狭いから。なるほどね。察してほしいわ、ごめん。本当に、俺は、お前に向き合わない。お前が俺を向き合ってほしい。オッケーオッケー。でしょ？鏡なんだって。いや、俺今から J さんになればいいんでしょ？そう。うんこ、うんこ。言ってねえよ。うんこ来たし。うんこの来たし。な、手のひら、これ。ああ、なんで落としたの？あのね。ジョイコン落とさないで。よっしゃ。
よし、行こう。なにこれは、これ何、ボクシング、ボクシング、うん、あったっけ、ボクシング、いや、あるあるある。裏の BGM も聞いた方がいいわ、多分。ワニさんか。そう、今、テルンって落としたじゃん。あの音はワニなの。なるほどね、覚えてくわ。成功。よかった、構えてなかった。ごめんごめん、遅れたくせに。できた、できた。見てね、ちゃんと。いいね。点数、あ、こんなゆっくりな動きでいけんだ。一回だ。今何問でしょうか。よ。でかい。タイムショックみたいな。でかい。やばいな、これ。これ、あー、これ無理だな。引っかかってるもん。アルマジーロくん。アルマジーロか。いいよ。いや、ちょっと冷静にやってみて。で、なんか2回やったじゃん、今。やってない、やってない。だから、その手広げてるな。それに反応した、マジ。やってない。ほんとだよ。いや、危ねえ。よく修正したわ、今俺が。危ねえ。俺がね。本当におもろいな、これ。いや、いいよって、なんでも俺がやるんだって、おら。何その動きは、わかんないもん。水泳だろ、どう考えたって。水泳か。だろ、答え合わせしてるのがわかるかね。見ながらさ、定期的に来るサボさんのミスは何これ。いやー、ごめん。早く次来たよ。これどう、なんだ、喜んでんな、うん、ティッシュ、ティッシュか。正解、オッケー。すごいな、今何問、何何その定期的に来るタイムショックは。え、こっち、え、こっち、え、こっち、あー、セーフ。いけた、なにこれ今のは。靴選び、あ、失敗してた。え、なんで失敗したの今。終わり。え、いや、重要。いや、まあ、アルマジーロは普通にミスった、むずい。で、トランプは無理、なんか変にやった、お前が。あ、2個やっちゃったのか。で、犬もミス、サボさんが。で、靴は普通になんかむずかったわ。なるほどね、うん。これおもれえな、これは想像以上に面白いんだけど、こちら。落ち着いてね。お、ちゃんとトレースしてんね、ちゃんとトレースしてんね、金玉。金玉言ってないけどな。頑張るで、玉綱引き。なんだから言うなって、バカ。何これ。いや、すごい、一撃で倒した。ゴルフ、いや、惜しい。斧です。斧、そんなここだろ。口応えするからね、この鏡は。鏡、うるせえな、鏡。左右。だから、なんで言うんだよ、それ。危なー。左右。いや、左右セーフでしょ。あー、テニス。いい音鳴ってたね、今。え、どうせ敵寝転がってんだろ。寝転がってます。てんだよ。映像もちゃんと分かってんね。なんか俺、サボさんよりも、なんか、想像してる問題を。俺も想像してたけどな、ちゃんと。ミスってんじゃん、でも。そうなんだよね。タイミング大事だな。あ、なんで分かったの。指輪だろ。指輪。音聞いてんね、ちゃんと。分かってるな。音上げたもんね。あ、たかし。素晴らしい。耐えてる、耐えてる。素晴らしい洞察力です。さっきまでさ、うん、なかったのに。オッケー、ナイス。あるけか。ゆっくりやりました、今。これむずいか、戻っちゃうからね。これ渋そう。危ねえ。いや、これさっきできてなかったけど、今回できてます。これ難易度は上がってんの、どんどん。今、難易度上がってんの、今レベルアップしました。レベルアップってことは何、難易度上がってる。さあ、ケツだー。オッケー。ケツだるまだ、これ。ケツだるまです。ケツだるまいいじゃん、ま、ゲームみたいで。か確かに。なんだこれ、なにそれ、なんでこの巻き、こんなないの、ほんとに。あ、あれか、ベイビーチューンチューンか、タラちゃんか。そう、この音楽は聞いて。ほんと、あー、どうつもりじゃん。あー、正解です。効果音で、ね、分かった。なにこれ、
わかんない俺、やり方がわかんない。何正解？パクパク食べろ。すごい優しかったよでも。全然やり方わかんないから。合ってたの？でも合ってた。やばい、これこの音なんだと思う。これ目合わせろだろ。うん、え、俺たちの大好きなサボテンです。え、そんなこんな音だっけ。ああ、これできたのでかい。コブラだ。コブラできたのでかいよ。コブラです。今のマジうまい。あ、やばい、ジャンプだ。なんでジャンプしたんだよ。セーフ。危ない、セーフ。え、できたんだ。できました。これマジ調子いいぞ今。何？あー、なんでこうなの。ちょっと遅れた。脇だ。脇してたわ、俺が悪い今のは。あ、濡れるなら。できたやん。いや、すごい、すごい、これすごい。今のできたのマジすごい。微調整したのよ、多分。微調整しました。ナイス。やばい、やばい、やばい、ダメだ。え、なんできてないの。なんで。全然動いてなかった。動いてるよ俺。危ねえ、ギリギリ。いや、俺そもそも苦手なのかな、それ。普通の状態でもできないんだから。え、なにこれ。さっきやったよ。あー、オッケーオッケーオッケー、やったべ。受け出せば。いや、あっちはチェーン、こっち縄。縄なんだ。あー、包丁だ。じゃあ、一丁。じゃあ、ネギだ、長ネギ。これもわかんのか。うん、店主は40歳だよね。あ、フィッシャーだ。捕まえろだ。足ついてたぞ今、魚に。バイク。何それ。ーテーブルクロス引き。テーブル、ひっくり返せ。テーブルクロス引きあったっけ。ねえ、これむずいよ。これむずいって。いや、これはむずい。これはダメだ。壁の方向けか。終わりです。え、結構いったんじゃない。え、面白かったんだよね。待って、28って何、バケモンじゃね。バケモン20ぐらいまでけど、ノーミスだってほぼ。え、ひっくり返せ、なんでミスったの。俺ね、ちょっとタイミングが違った。ひっくり返せとワカメはちょっとミス。あと脇、これ全部いけたよ。なんなら違う。え、ちょっと鏡の反応が遅いかったから。風見鳥はしょうがないよ、一番右のやつは。違う、脇と、脇とホットプレートは、ホットプレートはいけた。いや、鏡の反応が遅かったの。いや、いけたなこれ。鏡込みやってたんだけど。これマジ来週やろう、もう一回、もう一回やろうこれ、うん、絶対リベンジ。